36回。上になんかいるな。あ、同じやつか。あ、ダメか。レベル上げてもらいたかったけど。上がんないかな。あ、無理か。いいや、やっちゃおう。あんまり無茶できる能力がないんだよね、縦に。今修正値低すぎるから。で、これなんでしょうか。空振りか。まあ空振りは使い手があるから行っていきたい。ぜひここはマイナス2があるけど、空振りここに1本あるんだな。でもそうなんだ。火柱かな。どうしますかね。アラゴンシールが、シールドがかなり微妙な気がしないでもない。どうするか。封印1か。もったいないが落ちろ。得意はいらない。稼いでいかない。それにあそこだと、稼げないしな。あ、水か。水かね。あ、とりあえずだ。ニタロスをね、しておき。で、重曹を、回復の剣。将軍か。乗り連れ。あれ、いや、男。お、保存きたね。じゃあどうすっか。あ、よし、じゃあこうしよう。これを開けちゃう。あ、タイガーホーン。あ、不動があった俺。戦車かもしれない。識別を、じゃあ読んじゃおう。これがいいな。なんだろう。メッキか。よし、いいぞ。では、よく考えよう。ミノタウロス、斧に読むのが一番いいかな。だけど、呪われたら結構めんどくさいんだけどね。だけど、今んとこそれが一番いい気がするわ。よし、じゃあこうしよう。よし、よかった。音切り、音切りの前に不動で、これ倒す。よし、ふぅ。よし、音切りストック。おにぎりね。どうすっか、おにぎり。一応持ってくか。まあ、すぐに食べるだろう。あと、なんかに乗り移られっかな。なんかあいつを倒すの、なんか、めんどくせえ。いいや、別に。勝手にやりやがれって感じだな。さてと、まだここ平和なんだよな。おっと、何がいる？あ、こいつか。おにぎり出るね。ふぅ。だけど41からどうやって死ぬかな。本当にどうしようか。いいのか、ガマゴンがいいのか。大砲弾、大砲弾ってストックあったっけ。
ないね。よし。大砲弾は持ってた方がいいよね。おにぎり出るね。まずそうなおにぎりか。よし、じゃあ次行っちゃおっか。まだ行ってないとこあるけど、いいだろ。37回。よし。なんか打開アイテムっていうものが、どうなのかな？微妙なのかもしれない。今んとこね。今んとこってか、結構今回微妙だよね。全体的に結構微妙な引きではあるな。混乱か、どうすか。まあいいや、最後に決めよう。階段の枝足だろう。で、こいつやっちゃうと。41までになんかいいものないかな。今のところ何も対策がないね。デビル元締め対策は何もないんだけど。結構痛いとこだよな。どうするか、本当に。どうしたものかね。白紙とか出てこなかったな。白紙、根絶やし、投資とかそういう系のものが何もない。ダメかもしれないね。合成できる階層は46だったっけかな。そこまでいけば、少しは楽になるかもしれないんだけども。まあ、どう転ぶだろうか。それまで何か出てくれればね、いいんだけど、本当に。まあ、基本スコールで考えていきますけど。お払いか。お払い持ってきたいな。だけど、ちょっと持ってきないぞ、アイテムが。ちょっとドラゴンシールドを装備しようか。で交換して。あ、呪われてた。マイナス1呪われてたな。じゃあ読んじゃおう。ドラゴンシールド置いていくか。どこ行った？お払い。お払いどこ行った？あったあった。どうしようかこれね。ドラゴンシールドマイナス1どうしようか。なんか持ってる意味がないような気がするな。なんか武器でドラゴン、なんだっけ、ドラゴンキラーか。ドラゴンキラーがあれば、なんだっけ、共鳴効果があるんで、まあ、有効なんだけども、火種か。よし、じゃあ次行くか。あ、くそ。ガマゴンか。ああ、不動使えないのか。ちくしょう。不動使えないの痛いだろう。で、これ食べちゃおう。アイテムストックしておきたかったね。あの、お払いとか。あれ、これ混乱だっけ？混乱はなんか結構有効だよね。よし、じゃあこうしよう。ドラゴンシールド置いていく。うん、これがいいだろう。